バーリはイタリア海軍の軽巡洋艦で同系艦はない。艦名はイタリアの都市バーリにちなむ。もとは第一次世界大戦後にドイツ海軍から賠償として獲得した艦である。本来はロシア帝国向けの小型巡洋艦、ムラビオフ・アムール博としてドイツ帝国領であったダンツヒで1913年に寄港されたが第一次世界大戦勃発により、 ドイツ海軍に接収された。1914年12月14日には小型巡洋艦ピラウとして巡航。ドイツの敗戦により1919 19年に除籍された後、賠償艦として1920年7月20日にフランスのシェルブールでイタリアに引き渡された。垂直に切り立った艦首から 監視看板状の波切り板の上に手法として、15センチメートル速射砲、お棒立てのついた、単装砲画で並列に2機、全部に司令塔を組み込んだ両脇に、船橋を持つ環境を基部として、簡素な短脚式の全部マストが立つ。マストの頂上部に見張り所が設けられ、中段部に、単小塔が上下に1機ずつ、計2機配置された。船体中央部に等間隔に3本煙突が立ち、 その周囲は関西艇置き場となっており、日本一組のボートダビットが片言二組ずつ、計四組で運用された。原則甲板上には等間隔に3番から7番15センチメートル速射砲が単素砲がで片言2機ずつ配置されていた。3番煙突の背後から上部構造物が設けられ、そこに短脚式のミズンが立ち、中段に、 単焦灯台が設けられ前後に1機ずつ配置された。構造物の末端部には、艦首と同じく15センチメートル速射砲が後ろ向きに、並列配置で2機ずつ配置されていた。その下が、後部甲板となっている。イタリア海軍時代の1921年から1923年の間に紹介層を受け、 環境が一番煙突と合体するまでに拡大されて三層構造となったほか、肺炎効果を高めるべく一番煙突が高くなった。また、対空火器は 8.8cm 広角砲から、国産のアンサルド 7.6cm 広角砲を単層砲がで2機に更新された。1935年にボイラーを重油栓浄水管管に更新した際に、 監守側のボイラー6機を撤去の伴い一番煙突が撤去されてー本煙突となった。この階層で出力が2万千馬力に落ち、速力も24.5ノットに低下したが、後続性能は14ノットで4000回りと向上した。また、武装面においては、近接火器が追加され、ブレダ 2cm 機関砲が連想砲がで、 三脚化した後部マストの基部に、片弦一基ずつと甲板上に一基の計算機が設置された。また、ブレダ 13.2mm 機関銃も、連邦画で三基が搭載された。後に1940年に、ブレダ 2cm 単装機関砲六基が追加された。1920年に賠償艦 U として取得した後、最終駅のためのタラントで整備を行い、 イタリア海軍にて1921年にバーディーと改名されて収益した。戦艦機に2度改装され、主艦の一部と一番煙突を撤去し、残りの艦を重油抱きとして背を短くしたほか、魚雷発射艦を撤去した。第二次世界大戦では、コルフ上陸やコルシカ島占領に参加した。1943年6月28日に、 連合軍の航空爆撃をリボルノで受けて大破儀、低下。戦後解体。ありがとうございます。